アフロビートとは音楽のジャンルの一種である。ファンクやジャズの流れを組むヨルバ、ナイジェリア起源のアフリカ音楽であり、アフリカのパーカッションを用いたブラスバンド編成となっているのが特徴である。アフロファンクと呼ばれることもある。1960年代後半にフェラクティが自らの音楽をアフロビートと名付けたことから広まった。この音楽が成立した背景には、フェラクティによる アフリカ国人解放運動という政治的な背景があった。また楽曲においても政治的な歌詞と解放へのエネルギーを表した力強いサウンドが特色となっている。フェラクティの死後もフェミクティ・やシェウンクティ、トニー・アレンらがアフロビートを継承し作品発表を続けている。全く異なる音楽ジャンルにアフロビーツがある。アフロビーツは2000年代から2010年代の 音楽ジャンルで、ダンスホールラガマフィン、ヒップホップ、EDM、ハウスと、ジュジなどのアフリカ音楽ジャンルが融合された、西アフリカ発祥のポップ、ダンスミュージックである。この二つは異なる音楽ジャンルである。ありがとうございます。